から30度、どうもキリンです。はい、ということで、生物たるもの、どうしても気分が優れてる日と気分が優れてない日っていうのはね、絶対あると思うんですよ。で、特に女の子って、ホルモンバランスのね、影響で、すごく上下しやすい日っていうのがあったりすると思うんですよ。そんな日に、私が、まあ、どんな工夫をして、落ち込んでる中で、こう、メンタルをね、上げていくかの方法について、今日はお話ししていきたいと思います。それでは、レッツラゴー！ということで、この方法ですね、ぜひ皆さんメンタルが、うわー今日はめっちゃ落ちてるわーとか、そういう日にぜひ試してほしいなと思います。ということで、まず一つ目はですね、クッションとか、それからシーツとかのカバーを変えましょう。気分が落ちてる時って、すっごいベッドにいる時間長いと思うんですよ。携帯こうやっていじったりとかしてることがね、多いと思うんですけど、もし今いじってるとしたら、もう一回ちょっと置いてみよう。めんどくさいなって思うかもしれないんだけど、洗濯物のいい香りとか、干したてのシーツとかに変えるだけで部屋の中にお日様の香りじゃないけどちょっとやっぱこういい香りが充満するんですよ。その匂いをこう嗅ぐだけでもちょっといい気分になれる。であとやっぱ清潔さ、清潔感が出ると思うんですよね。変える前に比べてそれだけでもやっぱちょっと気持ち変わるんですよ。でシーツ大変だったら枕カバーだけ変えてみましょう。でその後いくらゴロゴロしててもいいんでそれだけ変えるだけでもやっぱちょっと気持ち上がると思います。そして二つ目は、花を買って飾る。はい、ちょうどね、買ってまいりました。で、最近ね、ネットとかでも売ってるので、外に出るほど元気じゃないみたいな。そういう時は、全然ネットとか使ってもらって、とりあえず植物を家に置きましょう。生き物のなんか気がね、感じられると、人間も生き物だから、気持ち安らかになると思うんですよね。本当に、そういう効果が私はね、あると思ってて、まあ、植物でもいいし、お家にペットがいたらもうくしゃくしゃにするぐらい、うわーってこう可愛がるぐらい、やるだけで、やっぱ全然違います。マンションで、ペット NG なところも多いと思うし、一人暮らししてると、やっぱどうしてもね、うわーって気分が下がってるところを止める何かの外部要因ないんですよ。それを止めるためにも、もう何でもいいからお家にね、こういうお花とかを置くだけで本当にね、メンタルが変わると思います。あとね、お花屋さんに行くだけでも気分転換になると思うんですよね。色とりどりのお花を見て、うわー綺麗だなーとか、可愛いなーって思ってるだけでやっぱ心って癒されるもんなんですよ。そういう時間をね、持つだけでもメンタル変わると思うんで、一回ちょっと外出てお花買ってみましょう。続いて三つ目はですね、美味しくて体に良さそうなご飯を作る。私今日ちゃんと野菜食べてる。自分偉いって褒めれる料理を作れればそれでいいと思います。めんどくさいけど野菜を食べなきゃっていう時はコンビニでもやしを買ってきてもやし炒めて食べます。一生懸命作んなきゃってやって作るよりかは今日もなんか忙しかったなーだるいわーみたいな感じでこうだらだらゆっくりお酒とか飲みながら全然いいと思う。特に私がねすごくいいなと思うのはこのリュウジさんという方のレシピはとても簡単に美味しいご飯が作れるので3分ぐらいで作れるご飯を作ってください。逆にねじっくり時間をかけてローストビーフみたいなの作ってもいいと思います。こんな自分に優しい料理作っちゃった偉みたいな感じになれば何作ってもいいと思う。続いてはですね音楽を聴きましょう。これに関してはね寝っ転がっても聴けるからだから私は出れもしないし枕カバーだって変えるほどの気力もねえぜみたいなそういう時こそ音楽を聴くのが一番いいと思います。最初からテンションウェーみたいな音楽聴いても正直自分の気持ちついていけないと思うんで最初は悲しい歌聴きましょう。自分と同じような状況だったりとか苦しい心境を歌っているものを聞いてだん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 明るい方向に持っていくみたいなナチュラルに気持ちを上げることができます。で私のね最近のおすすめの曲はですね新エヴァンゲリオンの劇場版にハマっているので宇多田ヒカルさんのワンラストキス、これは気分が落ち込んでる状態から結構聞きやすい曲なのですごくいいと思います。続いてはですね音楽に合わせて踊るです。いきなり運動とかしようと思っても無理じゃん。手を動かすとか首を動かすとか歌う真似するとか歌うのもすごくいいので踊るもしくは歌う動いたりとか声出すのってめちゃくちゃストレス発散になるので近所迷惑になると良くないのであまり床をドンドンしたりとか非常に大声で叫ぶとかしない限りであれば歌ったりするといいと思います。
あと歌ってるだけじゃなくて、例えば何かこう片付けながらとか手を動かしながらやるとよりいいと思います。そしてですね、これは私だけかもしれないんですけど、あまりにもベッドから動けない時あると思うんですよ。そういう時は私はネットフリックスを見ます。基本的に人間って変化すごく嫌いなんですね。だからもし自分が今気分が落ちてたとしたら、気分落ちてることを維持したくなる生き物なんです。だから暗い作品を選ぼうとしがちなんですけど、それを自覚すると、今暗い作品を選ぼうとしてるのは私この状況維持したいと思ってるんだ、じゃあ今見たいと思ってないけどこっち選ぼうみたいな感じで見続けると、今度は見続けることを人間求め始めるので、見続けるんですよ。ちょっとでいいから気分が上がるものを見るようにするといいと思います。で、個人的なおすすめは海外のファッション系ドラマですね。プラダを着た悪魔とか、ゴシップガールとか、ファッション系の映画って結構画面がカラフルなんですよ。テンション高いんでついていける時もあればついていけない時もあるんで、そこら辺は取捨選択しながら無理しない程度に見てほしいなと思うんですけど、ちょっと気持ちはね上がるかなと思います。続いてはですね、これは私だけなのかな、ちょっとわかんないんだけど、とにかくね、ハンドクリーム、そしてリップクリームを塗りましょう。気分が落ちてる時ってめちゃくちゃ自暴自棄になりません？それに気づいた時は徹底的に自分のことを大事にしましょう。その気持ちと戦うことすごく大事。こんな感じでね、結構こまごましたものを私部屋の至る所に実は置いてて、私唇とかこの手元が荒れてる時は大体メンタルがちょっと落ちてる時なんですよね。結構香りがついてるもの多いじゃないですか。あ、いい香りって思うだけでこうテンション上がるじゃないですか。この気持ちがもうめちゃくちゃ大事。個人的にねおすすめなのはこのヨージアのね眉ごもりクリームです。ちっちゃいんですよ、こんなケースで。持ち歩きにも便利だし、こうやって部屋にちょんと置いといても部屋の中を邪魔しないんで、すごくおすすめです。そして香り続きなんですけど、香水をつけるのもすごく大事です。これ私が普段使ってる中村梨沙さんがプロデュースした杏仁っていう香りで、結構甘い香りの香水なんですけど、こっちがですねロジェガレのバーベナユートピアの香りです。こっちの香水はここの裏に大体いつも置いてて、自分に対してつける時もあるし、部屋にシュシュってやってみたりとかもします。でも本当はねルームミストとかの方がいいと思います。香水だとたまに中のアルコールとか成分がつくことによって色落ちしちゃったりとかする家具もあったりするので、そこは気をつけながら使ってください。出かける時のなんか気分上げるためだけじゃなくて、自分のためにかけても私はいいんじゃないかなと思ってそんな使い方をしてます。そしてこれは夜なんですけど、湯船に入浴剤を入れましょう。湯船にね入るのもすごく大事です。入眠効果が高いんですよ、お風呂って。面が減らっちゃう時の原因として昼夜逆転っていうことがあると思うんですよ。で、寝る時間が遅くなれば遅くなるほど気分がね持ってかれると思うので、もうできるだけ早く寝る、寝つけないって時があると思うんですけど、その寝つけないをね防ぐためにもお風呂に入るのすごく大事だと思います。で、お風呂に入るのって結構めんどくさいなって思っちゃうと思うんですけど、めんどくさいなっていうところを回避するために入浴剤を入れるんですよ。自分がそのとにかくお風呂を楽しめる努力をねしてあげると、お風呂に対してうわめんどくさいな、いやでもラッシュのバスボムあるしな入るかみたいな、そんな感じでね入れるので。ちなみにですね、私がお風呂でよく使ってるのはアユーラの入浴剤です。これめっちゃいい匂いでね、かき混ぜてあげると乳白色になって色が変わるのもちょっと楽しいし、発汗作用もねあってすごくおすすめです。お風呂上がりに私はアイスを食べるとか、お風呂入ったら何々してもいいみたいなルールを設けることによってお風呂入りやすくなるんで、その一つとしてね入浴剤っていうのはすごくいいと思います。そしてこちら最後なんですけれども、公園を散歩するです。お家の中にいると気分上がるのって限界が来ると思うんですよ。これ私今ね公園でこの間撮ってきた映像なんですけど、すごく公園って魔力強いんですよ。川のせせらぎの音が聞こえたりとか、太陽いっぱいのキラキラした景色がね広がってたりとか、子供の声が聞こえたりとか、五感がこう全て刺激されることによって満たされるんですよね、気持ちが。空間にいることによって全てが自分を癒してくれる空間だと思うんですよね。やっぱ自然ってすごく大事だなと思うので、結構そういうところに行くと心が満たされることが多いと思います。公園ってすごいおじいちゃんおばあちゃんとかいるんですよ。たまにもうおじいちゃんおばあちゃんと仲良くなったりとかすると思うんですよね。子供とかもですね、たまにこう話しかけてくれたりとかあると思うんですけど、人とコミュニ
ケーション取るとそれだけで気持ちすごく変わると思うんで、ぜひ皆さん公園に行って自然を感じてみたりとか、まあ、いる人と交流を図るっていうのもねすごくありだと思います。はい、ということで今回ですね、私の気持ちが落ちてる時にやる行動っていうのを10パターンいろいろね紹介してきたわけなんですけれども、いかがでしたでしょうか。今回ねいろいろ紹介してきたと思うんですけど、そこに全て共通するポイントは自分を大事にすることです。自分が楽しいと思えなかったらその時間はねすごくもったいないと思うんですよ。この人生の中で少しでもねハッピーな時間を過ごすことっていうのがとっても大事になってくると思うので、もしねこの動画を見て気分が落ちている人がいたら今すぐやりましょう。それでは今日の動画はこれで終わりになります。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひ参考になったなとか、あちょっとやってみようかなと思ってくれたら高評価よろしくお願いします。それではバイバイ。今日だってね、こんなに私すごい、自分上げてこうみたいな感じで話してるけど、今日めちゃくちゃ私、女の子の日なんですよ。結構ね、気分下がりがちなんですけど、だからね、こうやってお花も買ってきました。こういうのめちゃくちゃ大事だなって思うんで、皆さんもやっていきましょう。じゃあね。